がお時間ちょっと早いですが、グリッド紹介、始めていきたいと思います。ドライバーの人はね、今カートオンラインさんのカメラも準備してますから、カメラに向かって何か一つポーズを決めてもらえればなと思います。それでは NTC カップ第5戦ヤマハカデットクラス決勝ヒート、グリッド紹介を行います。激戦の予選ヒートを制したのはこのドライバー、カーナンバー6番 RT ワールド吉田香織選手。さあ手を振ってくれました。まだあどけない感じですよね。レースになると違います。そして同じくこのトップ争い激しいバトルでした2番グリッド、カーナンバー5番、チーム KBF 荒尾颯太選手。さあこちらも手を振ってくれました。さあ決勝ヒートもこのね2台のバトルは確実でしょう。そして2列目3番グリッド、カーナンバー9番、 A スタイル R 井上キスケ選手。さあみんなねしっかりと手を振ってくれてます。決勝ヒートも頑張っていきましょう。そして2列目アウト側4番グリッド、カーナンバー23番、 RT ワールド石川祐希選手。お辞儀ありがとうございます。さあそして続いて5番グリッドです。カーナンバー4番、 RT ワールド臼井颯太選手。6番グリッド、カーナンバー37番、ディンキー大村海田選手。ペコリと皆さんお辞儀ありがとうございます。さあ続いて7番グリッド、カーナンバー8番、 YRA 付きです塚田翔選手。8番グリッド、カーナンバー19番、チーム KBF 上松翔馬選手。ここで手を振ってくれました。9番グリッド、カーナンバー7番、 YRHKS 川村圭選手。10番グリッド、カーナンバー26番、チーム KBF 金子修選手。11番グリッド、カーナンバー21番、チームフォレスト中村仁選手。さあ今一緒で、ね、皆さんネックガード顎ひも大丈夫ですか、チェックしましょうね。大丈夫 OK ね、 OK ね。さあそれではじゃあ決勝ヒートスタート進行していきましょう。さあポールの吉田選手エンジンがかからないか。かかりました、よかった。さあしかしながらフォーメーションラップはねちょっと進んでますが、どうかな。まあなんとかちょっと集合すればいいけど、ああでもここは運よくちょっとスタートが隊列がばらけた状況なんで、もう一周なるかな。さあもう一周ですね。さあもう一周フォーメーションラップ、もう一周の合図が出てます。さあこれで隊列吉田選手も戻れるといいなと思います。せっかくのポールポジションですからね。さあスタートディレイとなりました。フォーメーションラップもう一周行って隊列を整えてからのスタートになります。ヤマハカデットオープンクラスの決勝ヒートが間もなくスタートとなります。決勝ヒートは15ラップ、決勝ヒートは15ラップで行われます。まあ見ギリギリ滑り込みセーフですね。さあ隊列が整った状況でシグナルブラックアウト、決勝ヒートがスタートとなりました。さあポールポジションはカーナンバー6番の吉田選手、なんとかグリッドに戻って
1コーナーホールショットを取っていきました。そして2番手には順位が入れ替わった感じですかね。さあ3コーナーから4コーナー2番手1周井上貴介選手が上がりましたが、インサイド今度はカーナンバー5番の荒尾選手、荒尾選手が3コーナーから4コーナーインサイドを取って2番手、3番手にカーナンバー9番の井上貴介選手となっています。さあ2番手を走る荒尾選手は後ろからのねパッシングを避けるためにラインを少し右へ左へ動かしての6コーナーのブレーキングでした。さあオープニングラップ取るのはどうやらポールスタートのカーナンバー6番 RT ワールドの吉田薫選手が取っていきましたね。さあ2番手には荒尾選手ですから、先ほどのね予選ヒートと同じような展開になりそうだ。さあカーナンバー5番の荒尾選手が2コーナーで仕掛けた、荒尾選手が前に出る3番手、その後ろ3番手にはカーナンバー4番の薄井選手ですかね、薄井選手が3番手に上がってきています。さあトップ3番手、この辺りの順位が入れ替わっての2周目に入っています。さあスタート直後にね大きな混戦もなくヤマハカデットクラスの決勝ヒートは進行しています。2周を終えて3周目に入っていきました。まあもう見ての通りこのカデットクラスはですね、もう本当ジュニアドライバーたちのクラスなんですね。小学生から中学生もいるのかな、いない、小学生のクラスという形なんですね。カデットクラスは 4,5 年生がメインになるのかなというクラスになりますので、見ての通り身長もまだまだ小さい幼い面影を残しての体型なんですが、ひとたび走り出すとでもレースの内容は激アツなんです。このようにトップグループ綺麗なクリーンなバトルの中順位を入れ替えつつレースが進行しています。再びトップに立ったのはカーナンバー6番の RT ワールド吉田薫選手です。2番手にはカーナンバー5番の荒尾壮太選手がつけています。少し離れまして3番手にはカーナンバー23番の石川祐希選手、4番手争いは現在4番手を走っているのはカーナンバー9番 A スタイル R 井上貴介選手となっています。さあ先は長いんですが、でもこのトップの2台は予選ヒートも今ご覧のようにねこういうふうに抜きつ抜かれつのバトルをしながらこの2台終始トップを守り続けていました。さあ決勝ヒートはどうなるんでしょうか。決勝ヒートもね序盤から毎週のように順位を入れ替えて、まあ、主だったところは1コーナーか6コーナーかといったところがこうパッシングポイントになっていますが、この2カ所で毎週のように順位を入れ替えながらのレース進行となっています。現在4周を終えて5周目、向こう正面バックストレートを走行中です。トップはまず3台の1グループ、その後ろ4番手争いは2台の集団と、さらにその後ろ5番手争いはもう2台の1パックという形で走行になっていますね。さあここに来て少しですね毎週のように順位を入れ替えていたこのトップの2台少し落ち着き出したか。さあしかしすぐ後ろ2番手を走るカーナンバー6番の吉田選手はいつでも行けるといった展開です。まあ、一旦ねこのレースの中盤にかけては、あまり余計な追い抜きはしないでいくのかなといったところかもしれません。ただ走行をしているうちにですね3番手のカーナンバー23番石川選手、石川選手が迫ってきました。その前吉田選手が今6コーナーで仕掛けてトップに立ちましたね。今日はあまりこう各クラスクロスで抜き返すという展開が少なめですね。第1戦、第2戦、第3戦の頃と比べるとそのクロス封じっていうのが各クラスみんななんかちょっと上手になったのかなという感じが今日は見受けられますが、いかがですかね。まあ後でカートオンライン見てると、ああそこでこういう風にクロスにされてるのかとか思うと、じゃあどういう風に走ればいいのかななんていうね研究材料にもこのカートオンラインの映像っていうのはいいですからね。まあ、生放送で見てる方、そして後でレースが終わった後自分のレースを振り返る各ドライバー、まあ、必ずドライバーは1回ぐらいはカートオンラインさんの映像を見直したりするんじゃないかなと思います。まあ、今だいぶいろんな技術が進んでるのと、あとはカートオンラインさんのね努力のおかげでこういう風にリアルタイムでカートのレースが楽しめるというのはいい時代になりましたよね。
ね、僕らが現役だった頃はちょっと到底考えられないような世界ですけれども、さあ現在7周を終えて8周目です。さあトップは3台ワンパック、その後ろが今度は2台2台だったのが4台1つのグループとなっての4番手争いになりそうですね。トップはカーナンバー5番荒尾選手、2番手には吉田選手となっています。ね、ようやく今折り返し地点を過ぎたというところですけれども、レース自体はですね、まあ、でもさすが決勝ヒートですね。お互いを探りながらですが、行けるところは迷わず行くといったところですね。この6コーナーに向けてのバックストレートから6コーナーのラインのこう取り合いというか、カーナンバー5番の現在トップを走る荒尾選手の後ろを走るカートへの揺さぶりというか、その辺がね上手ですよね。よく後ろのドライバーの心理が分かった上での絶妙な揺さぶりをかけながらの走行。さあここで動きがあった、今まで3番手を走っていた石川選手が1コーナーで仕掛けたが、すかさず2コーナーで吉田選手が切り返して、再び吉田選手は2番手となっています。このねやはりトップ争いしている吉田選手の切り返しの速さっていうのは少し見ものだなと思いましたね。1コーナーで仕掛けられてもすぐにその後次のコーナーで仕掛け返して自分のポジションを戻すというところはさすがの走りといった感じがしました。さあその間2番手争いしている間にトップのカーナンバー5番の荒尾選手、荒尾選手は少し2番手以降にマージンを稼ぐことができました。そして3番手以降、この4番手争いも非常に距離感が近い争いになっていますね。前もバトルしつつこの距離感ということは、おそらくこの4番手付近の争いも非常に激しくなってくるのではないでしょうか。現在4番手を走行しているのはカーナンバー4番の薄井壮太選手、このグループの先頭を引っ張っています。その後ろにはカーナンバー9番井上選手、その後ろには26番ですかね、26番の金子選手が上がってきているんですかね。さあ金子選手は10番グリッドから順位をじわりじわりと上げて、セカンドグループのあたりまで追い上げてきています。11周を終えて12周目に入っていきました。さあこのメインストレートから1コーナーで抜くというのがこのカデットクラスは多く今日は見られる感じがしますね。おっと4コーナーでちょっと軽い接触がありましたね。あホイールトゥーホイールで、まあ、タイヤ同士だと少しね、当たりどころが悪いと跳ね上がってしまう感じでしたが、まあ、大きなクラッシュにはならなかったですね。さあどうやら1台4コーナーで飛び出したカートは走り出せないのかな。少しちょっと4コーナーのカートはストップとなりました。さあ残り周回数は少なくなってきました。まもなくファイナルラップに入ろうといったところですね。さあトップはカーナンバー5番の荒尾選手、少し離れましたね。2番手にはカーナンバー6番の吉田選手、トップ3台の間隔が少し開いた状態でファイナルラップに入っていきました。
このままいくともうカーナンバー5番の荒尾選手のトップは安泰なのかなというファイナルラップの進入でしたが、さあただレースはね最後までわからないですから、ここはねじっくり見つめたいと思います。荒尾選手はここで優勝すると第一戦に続いて今季2勝目という形になります。ほぼほぼここまで来れば2勝目手の中に収めつつあるかなといったところですね。さあ残すコーナーは少なくなってきました。モナコヘアピン、そして最終コーナーと続いてまいります。後ろ今ちらっと確認しましたね。これはもう決まったでしょう。優勝はカーナンバー5番の荒尾壮太選手です。おめでとうございます。さあそして2番手にはカーナンバー6番、今日は1日いいバトルでした、RT ワールドの吉田香織選手。3番手にはカーナンバー23番、一瞬ねトップを脅かすような動きがありましたが結果的には3番手ゴールとなりました。4番手にはカーナンバー9番の井上喜助選手、5番手にはカーナンバー26番金子修選手、6番手にカーナンバー37番の大村海田選手と、暫定ですがこのような結果になっております。じゃあそれではカートオンラインさん、あ来ましたね、ちょっとこっち来ようか。優勝のチーム KBF 荒尾壮太選手にインタビューしてみたいと思います。優勝おめでとう。ありがとうございます。今季は何勝目かな、これで2勝目、第1戦に続いて第5戦で優勝。どうだった今日1日、タイムトライアルと予選は2位だったけど決勝で1位になれてよかったです。予選ヒートもすごいバトルだったよね。はい。どうだった今日は、でもどの辺でいけるかなっていう自分で感じた。予選ぐらいからいけると思いました。でこの優勝ですね、ポイント争いはちょっと面白くなってきた感じだけども、シリーズチャンピオン狙えるのかな今だと。はい。じゃあもちろんここからもう残りのレースも決めて狙うわ。1位です。楽しみにします。優勝の荒尾選手でした。おめでとうございます。おめでとう。